瀬戸康史の動画。どうもおはようございます、瀬戸康史です。韓国旅行2日目の朝でございます。朝といっても、ただいま9時45分。昨日ね、もう朝起きたのが4時半起きで、そのままこう夜遅くまでなんか遊んでたというか、飯食ったりとかしてたから、ちょっと今日はゆっくり寝て、9時45分から朝ごはんちょっと今から行こうかなというところです。で、まずというか、今回の韓国旅行のご飯についてはもう全部静江さんに一任しておりまして、朝ごはんちょっと何食べに行くんですかって聞いたら、韓国キンパ。まだ迷ってる。なんかね、もうね、紙にね、いっぱいなんかね、リスト、A4 のなんかコピー用紙とかになんかいっぱい書いてて、本でもなんか付箋とかさ、そこの布団の上にさある本2冊ぐらいあるんだけど、なんかいっぱい印つけてて、あとなんか友達からも教えてもらったりしたのがいっぱいあって、まずそのリストを見ると、3日間で、今回2泊3日なんだけど、3日間で行ききれる量では全くないんですよ。もうこれ韓国10回ぐらい来なきゃそれ達成できないよっていうような量の店が書いてあって、その中から俺もだから絶対行きたいところ3カ所ぐらいに絞って、それで行った方がいいよっていうふうには言ってるんだけど、その中からだから、もう2日目の朝ごはんのもう今日と明日の朝ごはんしかないからさ、もう厳選して選ばなきゃいけないっていうので、もうしでさんは今迷ってらっしゃるということで、今さっきはキンパって言ってたんだけど、まだ迷ってるみたいです。はい、お粥にしようかなということですね。僕はね、韓国の料理とか全然食べたことないから、何でもキンパでもね、あれなんだ、お粥でも。で、昨日食ったチーズタッカルビうまかったね。うまかったね。美味しかった。だから俺もね、昨日食べてる時にさ、もう明日の夜もこれでいいんじゃないかみたいな、男によくあるやつね、もう今日明日の夜もこれにしようよみたいな。でも、しでさん的には、明日の夜もプランあるからみたいな、一応考えてくださってるみたいなんですけど、そんな感じでこれから。でね、昨日はね、とりあえずミョンドンの街を、昼間から夜にかけてミョンドン散策したんだけど、ミョンドンの感じは大体分かったから、今日はなんだっけな、ホンヘ だったよね、確か。ホンヘか。なんか瀬戸康史の康に大きいって書いて、なんかホンヘとかってなんか読むらしいんだけど、そこはなんかすげえおしゃれな街らしいんで、もうミョンドン以上におしゃれな街らしいんで、そこに行こうかなみたいなことをちょっと考えてたりとかしてます。はい、ということで、どうなるか分かりませんけど、韓国旅行2日目行ってきよう。あと俺ね、昨日ね、そのチーズタッカルビの店から帰ってきて、その前に、はい、見てください。昨日はね、本当にさ、雨でザーザーだったんだけど、はい、見てください。今日は、はい、晴れてはないけど、雨やみました。ということで、だからこその、その違う街にちょっと出てみようかなっていうことと、さっき言おうとした、昨日ね、チーズタッカルビの店行ってから、ハングル語のね勉強しまして、昨日夜、10時半とかに家っていうか、このホテルの部屋戻ってきて、寝るまで、12時とか1時ぐらいかな、寝たの、その寝る時間までの間に俺ハングル語読めるようになりました、全部。正しい発音とかは知らないけど、ざっくりではありますけど、ハングル語が理解できるようになりました。だから昨日の俺っていうのは、その看板とか見てもこれ何て書いてるか分かんない。あと昨日のチーズタッカルビの店で、最初はね、指差しでこう頼んだんだけど、その後こうビールちょっと頼みたくなったんだけど、メニュー見てもね、こうハングル文字の、その日本語メニューがちょっとなくて、こう何て書いてるか分かんなかったとかね。そういうね、ハングル文字が読めないっていう状況がいろいろあったんだけど、今日からはハングル文字が読める、しかもこうハングル文字でこう打って意味を理解できるようになりましたんで、今日からの旅はもうさらに、だから例えば駅とかにある看板とかも、なんかだから日本人向けのじゃないエリアに行っちゃった時でも、その文字をパパパパパパってハングル文字打って、あ、こういう意味だねって分かることができる。でハングル語の構造について理解したってことです。はい、だから昨日の俺とはもう一味違う観光旅行になると思うんで、よろしく。ということで2日目行ってみよう、チェケラ。
ということで2日目の朝ごはんはキンパでもなくおかゆでもなく、この下の方にハテナって書いてあるこちらの謎のバーガー屋、例のあの謎のバーガー屋に決まりまして、そこに向かうんであります。でホテルからですね、もう歩いて数分の距離にあるホニャララホニャララナルド、ミョンドン2号店に向かいます。それではどうぞ。はい、ということで朝ごはんはこちら、見えますか、マクダーナルダナルマクダーナルズダナルドマクダーナルズになりました。このマクドナルド日本にもありますけど、なんで静江さんがここに行きたいって言ったかっていうと、日本にはないプルコギバーガーっていうやつがあるらしいんですよ、これね。だからその韓国でしか食べられないプルコギバーガーをちょっと食べようということでマクドナルドで、今ねもう10時40分になったから、もう普通に昼メニューで食えるらしいんで、ちょっと行ってきたいと思います。ということでやってまいりました、プルコギバーガー来たよ。ちょっとねちょっとベタベタしてます、すでに。これね、プルコギ、コギボボだね、ボボボボプルコギボゴ、ボゴってなんだろう、これバーガーってことかな、ボゴバーガーね、ちょっとできるようになってるでしょ。いきます。出ました、ディリリーン。なんかねプルコギバーガーって言ってもね、日本でいう照り焼きバーガーって感じだねこれ。じゃあいただきます。今しずさんもここで食べようとしてます。あのね、味はね、照り焼きバーガーに近いです。あ、タレが、照り焼きバーガーっぽいタレなんで、私昔マックで働いてたんでね、わかるんですけど、美味しい。でも、まあ微妙な違いはあるかもしれないけど、基本的に照り焼きバーガーみたいなもんです。飲み物はカフェオレにしました。オレンジジュースくださいって最初言ったんだけど、オレンジジュースだと缶ジュースになるよって言われたんでこれにしました。うん、美味しい。でこれがついてます。これが自動的にセットに2つついてきたんだけど、これはこれね、トマトケチョップ、トマトケチャップと書いてあります。すごくない？もう俺読めてるから、読めてるから。瀬戸康史の動画。はい、マクドナルドでプルコギバーガー食べ終わった瀬戩康史です。もう今ね11時55分、結構ねゆっくり、しずえさんと次どこ行くか調べ物しながらちょっとゆっくりマックで、お茶してました。で次ねどうするか決めたんですけど、その場所っていうのが、トンデムン、東大門って書いてトンデムンっていうんだけど、ちょっとそこに行ってみようかなと思います。で歩くと30分ぐらい、多分3キロぐらいだから歩いても30分ぐらいで行けるんだけど、ちょっとその後もね、いろいろ静江さんの行きたいとことかもあるから、地下鉄
を使って、東大入り口っていう駅までちょっと行きたいと思います。でなんでそのトンデムンに行きたいかっていうと、これ俺のリクエストなんだけど、ちょっとあのおもちゃ、韓国のおもちゃ見たいなと思ってね。でなんかね、この街にねポロロっていうね、韓国のなんか子供に人気のキャラクターの銅像というかキャラクターの像がいっぱい置いてあったりとかするので、そういうなんか韓国の独自のキャラクターみたいなのおもちゃとか あったらちょっと見たいなと思って、そういうこう韓国おもちゃを探したいと。でもねこのミョンドンってね、ちょっとおしゃれ街であんまおもちゃとかないのよ。洋服屋さんとか化粧品屋ばっかりで、そう俺が好きな感じなのがないから、まあ、本当はねヨンサンっていう、韓国の秋葉原と言われているヨンサンっていう街もあるんだけど、まあ、そこはちょっとまあ別に電子ガジェット買いに来てるわけじゃないから、別に欲しいガジェットはねあんまないのよ韓国。サムスンとかあるけど、そういうのないから、とりあえずおもちゃ、韓国のおもちゃを探しに、そうおもちゃ通りっていうのがちょっと話どっちらかってあれだけど、東大門にはトンデムンにはおもちゃ通りっていうのがあって、いっぱいねおもちゃがあるらしいから、そこにちょっと行こうと。あとは観光にもなるしね、トンデムンがあるから、うん、そんな感じで、そこでおもちゃ通り行ってから昼ご飯で静江さんの行きたいね、冷麺のお店があるんで、そこにちょっと行こうと思います。はい、ということでこれから地下鉄使ってトンデムン行くぜ。はい、地下鉄で行こうと思ったんだけど、トンデムンまでタクシーあるじゃんと思って、今回韓国で初めて、タクシーに乗ってみたいと思います。トンデムンって言えばいいんだよね。じゃあちょっと行ってみるわ。あ、これタクシー乗れば、まあ、自分で乗るのか。せーん、こんにちは。よいしょ、トンデムン、トンデムン、トンデムン乗れました、乗れました。ちょっと今前の人がなんかカップルが降りてすぐのとこちょっと今乗せていただきました。後ろに車ちょっといてピピって鳴らされたんだけど、なんとか乗れました。で今トンデムンって言ったら OK みたいな言ってくれて、あっさり乗れました。あとはいくらで行くかですね。行きましょう。はい、ということでマクドナルドの前からタクシーに乗った瀬戸康史が向かうのはこちら、トンデムンでございます。地図で見るとなんかすげー遠く見えますけれども、距離的には 2.5 キロぐらい、頑張って時間かければ歩いてでも行ける距離でございます。はい、ということであっという間に着きました。ただいま12時13分。タクシーね乗ったんだけど、日本と違ってね、多分ねあれドア自動で開かないんだよね。それ焦ってタクシー止めて、なんか止めたはいいんだけど、なんか開くと思ってて待ってたら、そのタクシーの後ろの車ペペペとか言ってさ、あれあれと思って自分で開けて乗ったんだけど、多分ね韓国のタクシーは自分で開けて乗んなきゃいけないんで、ちょっとそこは注意。あと金額は普通にカードで、クレジットカードで支払うことができました。で400円でした。ミョンドンから、トンデムンまで400円、400円というか4000ウォンで来れました。だからねタクシーはね基本的にマジで安いです。オレンジ色のタクシーに乗って、もう普通に乗ってね、手を開けて日本みたいに、で自分でドア開けて乗って、クレジットカードで支払って終わり、うん、でトンデムン、これなんかさテレビで見たことあるね感じかな。これこうなんかビヨーンって伸びてる、これトンデムン第1とか言ってたけど、タクシーのうんちゃんが、うん、あっという間に来ることができました。なのでトンデムンをちょっと観光しつつ、おもちゃ通りを探したいと思います。すごいなんか韓国っぽいっていうか、あー外国来たなーっていう感じの場所ですね。向こうがトンデムンです。はいはい、こうなってこうこんな感じで、向こうね、なんか向こうにすごいいっぱい見えます。はい、でこんな感じで今からこっち行きます。ここも下こうなってるんだ。なんか世界ふれあい街歩きみたいになってますけどね。はい、ここは川でこんなになってます。すごい、今日はなんかのどかです。街がのどかです。でこのトンデムンの近くはやっぱり観光地だけあって、
なんかあの広々としてて、あと屋台も昼間から出てて、あのなんかいい感じです。こっからこう行こう。はい、こんな感じね。ええ、あのトンデムンいいわ、トンデムン周りはいいわ、うん、でトンデムンからそのおもちゃ通りはちょっと離れてるんで、今からそっちに向かおうとは思うんだけど、あのこの辺もちょっといいなって言って今しぜさんとプラプラしてるところです。こっちね、この感じがなんかいいよ、いいよ。はい、今こんなとこ歩いてます。なんかリアル韓国っていう感じにだんだんなってきてて、あのあ海外来たなっていう雰囲気がすごい出てます。Thank you.